こんにちは、池田です。今月かで、ちょうど1周年ということで迎えまして、いろいろね、うちの方でも企画していこうかなと考えてた時にですね、実は去年ずっとこう お出ししたい動画を実はその頃から撮ってまして、ようやく今回お出しすることができることになりました。で、コンセプトとしてはですね、うちに出てる本当に日本を代表するミュージシャンの方々にですね、僕がインタビュー形式でなんでそのプロのミュージシャンになったのかみたいなところをこう紐解いていくみたいなものをちょっとやってましてですね、今回第1弾ということで、ミュージシャンのですねツアーにも帯同されているトム・カンノさんにインタビューさせていただきましたので、ぜひご覧になってみてください。見たことない方とか聞いたことない方もですね、一度見ていただけると非常に素晴らしいドラマだというのは分かると思いますので、ではどうぞ。こんにちは、池田です。どうも、お久しぶりです。ミュージシャンがどういう私生活を送ってるのかみたいなんですね、ちょっと紐解いていくみたいな形のインタビュー形式でこうやっていこうと思ってまして、で、題してヒストリーオブ、今回はトム・カンノということで、早速お越しいただきましたありがとうございます。ドラムのトム・カンノさんです。どうも、ご無沙汰してます。お久しぶりです。トムさんは普段はですね、ミシャさんのライブに、はい、よく対応されて、はい、もうバンドドラマとして活躍されてると思うんですけども、はい、結構こういううちみたいな箱なんかにもすごい出演されていて、もうトップクラス級のドラマだと僕は思ってます。ありがとうございます。いやいや、もう本当にね、今日は本当お越しいただいてありがとうございます。とんでもない。ドラムは、14歳ですかね、14歳頃。出身は？出身は神奈川です。神奈川で厚木。それまでは何か音楽やってたんですか？それまでは最初の楽器はピアノ、5歳。ピアノやってたんですか？ピアノを始めて、はい、うちの父が音楽大好きだったんで、はいはい、まあジャズやらクラシックとかいつも家に流れてたんで、まあ、それに影響を受けて、あのお父さんが、あのお父さんがね、はいはいはい、ちょっとお父ちゃんがね、はいはいはい、渡辺さんとか、日野照正さんとか、はいはい、そういう人に影響を受けて、まあ、トランペットをちょっと触ってみたりとか、うん、あとはアルトサックスを始めてみたりとか、まあ、それが10代の前半で、うんうん、いろんな楽器手をつけたんですけど、最終的にはドラムに落ち着いたっていう感じですかね。うちの兄貴がギターやってたんで。ああ、そうなんですか。そう、なんかそのギターやってる兄貴に、うん、あ、そうなんだ、ね、一緒に演奏できる楽器って何かなと思って、ベース、弦楽器はちょっと、なるほど、指が痛いと思ってなるほど、あ、そういうことか。そうそうそう、それでまあ、じゃあドラムだっつって、まあ、もともとね、打楽器というか叩くのが好きだったんで、はい、うちの親父が、俺が5歳、4歳、5歳ぐらいの時にボンゴ、こういうラテンの楽器、ラテンの楽器ね、まあ、ちっちゃい頃からこう打楽器っていうのがすごい好きで、はいはい、だから14歳でドラムを始めた時にすごく自分の中でナチュラルだった、自然に始められたって感じですかね。やっぱそのボンゴが結構でかいですね、そのイメージ。今考えるとね、今からそうですね、その身近に叩く楽器が家にあったっていうことで、そうですね、それを用意してくれた親父がいた。なんかもちろんギターとかにも興味なかったわけじゃないんですけど、はい、まあ、もうすでに兄貴がやってるから、だから人と一緒に演奏したかったんですね、きっと。なるほどね。だからそうか、うん、自分でひたすらやるっていうよりも多分兄貴とか、うちの親父もギター弾いたりとか、ああそうなんだ、やったりするんですけど、そう、一緒に演奏したいっていう、人と一緒にやっぱり音楽を作るっていうのは昔から好きで、だから吹奏楽の時もそうだし、もちろんピアノはね、自分一人でこう個人で
練習して、はい、クラシカルピアノを弾いてましたけど、基本的なマインドは人と一緒に、人と一緒にやるっていうのは今、ま、本当に引き継がれてるというか、まあ そうですね、そこが根底にあって今そういう仕事にできてるみたいな感じもありますか。何も変わってないですね。そこは10代までっていうのは何を聞いてたんですか。そのまあ、いろんな音楽に影響されたんですけど、うん、まあ、さっき言ったみたいにうちの親父がジャズ、うん、それからアメリカンポップ、まあ、カーペンターズとか、カーペンターズ、カントリーも聴いてたし、はい、クラシックで、そういうのがいつもこう流れてたんで、10代はね本当にいろんな音楽を聴いて育ちましたね。から昔あのマウント富士ジャズフェスティバル、ああありましたね、はいはい、ありましたね、大きい、うんうん、素晴らしいフェスティバルだったんですけど、うんうんうん、あれに毎年連れてってもらってて、お毎年、あそう、必ず最初の年はね、家族で行ったんですけど、うん、もう2年目、3年目ぐらいから俺と親父だけになって、そこでいろんなミュージシャンを、たくさんの素晴らしいミュージシャンを入れたっていうのが、今考えるともう本当に財産だなと。その中での、まあなんとなくですけど、印象に一番残ってた、まあ人とかバンドとか。多分ね、チックコリアかな。あ、そうですか。チックコリア。バンドですよ、もちろん。バンド。チックコリア、まあ、あのトリオに来たりアコースティックバンドに来たりとか、あと93年だったかなにはエレクトリックバンドツールっていうので来たりとか、とりあえずそのレベルの高さ、正直理解できない、できないですね、すごいっていうことだけは理解できない、なるほど、でも何が行われてるのかは分からなくてみたいな、もうひたすらこうねでもそうっすよね、こうなりますよね、だからすげえ、本気でこうなんか叩き始めたら17とか18の頃は17ぐらいですかね、17、18、すごいっすね、それで、はい、高校は卒業して、で、やっぱり音楽を追求したいと思って、うん、しっかりと勉強したいと思って、うん、専門学校に行かせてもらって、はい、で、西葛西にある TCA、今は TSM っていう名前になってるんですけど、うんうんうん、学校、まあ、音楽専門学校、はい、俺らの時代は TCA で、はいはいはい、そこに入学して、しっかりとしたドラムの基礎から勉強して、その頃はやっぱり自分が好きなジャズを基本にやってた感じですか。多分その2年間で、その時の先生が、加藤先生っていう方がいらっしゃったんですけど、はい、加藤先生に R&B とかファンクとか、はいはい、ソウルとかそういった方の音楽を教えてもらって、うん、そこからはもうそういうなんだろう、アメリカン、ポップ、ファンク、R&B に、うんうんうん、こうのめり込んで、のめり込んでって感じですかね、引き込んで、そうですね、それでまあその卒業後2年間ぐらいアルバイトしながら、はい、ライブとかまあちょくちょくやってたんですよ、はい、でもやっぱりたたいててこうどうしても腑に落ちないというか、なんか自分がフェイクなのが分かる、要するに聴いてきた音楽と自分が叩いてるものが、それっぽいことをやってるんだけど、はい、違いは分かる、あなるほど、こうじゃないと思いながらもやってた、はいはい、その、ね、悩みを解決するためにはやっぱりアメリカに行ってしっかりと勉強しないとダメだなと思って、それでじゃあアメリカに勉強してもらうと。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。